あ、平野です。どうも。まあ美術って言いますとよくその色と形というふうにこう言われるんですけども、まあ、私の場合はどちらかというと色と形以外のもう一つのもの、まあ、言い方をすると例えばこう触る触感みたいなものですね、まあ、そういうものを非常に大切にしております。まあ、言葉としてはよくテクスチャーという言葉も使われるんですけども、まあテクスチャーともちょっと違いまして、例えば私こういうキャンバスにこう描くこともよくあるんですが、こういうキャンバスに描いててもこの、まあ、正面から見たこのところだけじゃなくて、結構このキャンバスの側面ですね、側面にも、作品として描いてるわけなんです。でそれはですからやはりどちらかというと平面作品というよりかは、オブジェというような意識が非常に強いんじゃないかと思うんですね。まあその平面作品といいますとその、まあ、作家がその、フレームを決めまして、まあ、その中にその構図として、まあ、色とか形を配置するという、まあ、そういう意識が強いと思うんですが、まあ、私の場合むしろその作家がその世界を支配するというよりかは、作品ものとしての作品と、作家がまあどちらかというと対等な形で、一緒になって何か作り上げていくという、まあ、そういうなんか感覚が非常にあるんですね。よくその私の作品を見て例えばその志野とかそういう日本のそういう陶器みたいなものと非常によく似てるとか、あるいはその、岩の上に書かれたまあその象形文字とか、そういう古代のなんかそういう遺跡みたいなものとも非常にこう似てるという話が あるんですけども、それもそのあながちその表面的な話だけじゃなくて、やはりその陶器の場合もその作家の意思だけではなくて、まあ、偶然性みたいなもので作品ができていく過程があると思うんですが、まあ、そういう要素が結構私の場合も割とこうあるんですね。で、その古代のそういう、まあ、象形文字みたいなものを書かれた時期というのも、まあ、おそらくその人間がその、あまりこう過度の自信を持ってないというか、やはりこう、世界の中でこう小さな存在としてあるという、まあ、そういう時代の、何かこう作業ということで、まあ、非常に自分のやってるこう感覚と近いんじゃないかという感じがするわけです。で、中学校の時にですね、私非常に好きだったのはユトリロとか、佐伯雄三とかよくそのパリの街角を描いた絵がありまして、でそこでそのパリ その塀なんかにですねこうポスターがこう貼られて破られたその、なんですかね、ポスターの剥がれた、そういうところがこう描かれてですね、非常にそれがその、まあ、美しいと同時に何かこうその人の生活の痕跡といいますか匂いみたいなものを感じて、まあ、非常にそのそれが非常に好きですしですね、なんかこう愛おしいというかそういう感じを持ったことがあるんですけども、まあ、私自身が今こうやってるこう作品の作り方っていうのも、何かこう作家がこう非常にこう表面に出てきて、自分の世界を主張するというよりかは、何かやっぱりそのこの世界にまあ、そういうこう人の生きてた人の痕跡を残すといいますか、私自身の痕跡を残すような作業という感覚がありまして、まあそれを見る人がそこで何かこう感じていただいて、まあ一つの癒しみたいなものになればというような、まあそういう感覚でまあ仕事をしております。